宙人が今から地球人と交信をする。ビビ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 ビ、絆愛だ、愛の鳴き声。せせせせせせせつけい、いやあ、せつなけしでよ。まさか次の日がなんとあの元祖 VTuber の絆愛とコラボしました。いやさ、あれやな、有名ゲーム実況者とコラボしたことがあるけんさ、まあ前例がないというか、ないわけじゃないっていうかさ、なくはなかったってコラボではあるけど、やっぱすごいよな、こういう絆愛とコラボとか。ああ、っていうかさ、そもそもさ、次の日の新作が2本同時に出るってことがさ、俺の中では前代未聞ですごいなと思ったよな。すごいクオリティの高いゲームを2本同時に出すんやけんさ、次の日さんやってくれるねって思うところがあります。そうそう、ちょっとね、前一つ前に出したあの冷酷の踏切の時に言い忘れとったんですけど、今回の愛の鳴き声と前回の冷酷の踏切なんですけど、あの次の日が Steam であの発売されたんですよ。今回の2作品と過去作何作品かをまとめた1本のソフトとしてあの Steam で販売されてますので、もちろん過去作の方は画質がクオリティが上がったリメイク版として出てますんで、気になる人は Steam の方で次の日ダウンロード販売しておりますので、買ってやってみてくださいっていう状態です。まあ今作は、今回は愛の鳴き声、この絆愛とコラボしたゲームやっていきたいと思います。楽しんでいくぜ。向こう側になんか変な人おりますけど、ノートパソコンの向こう側なんか変な人おりますけど、出てくるの絆愛か、やっぱ主人公は。ご注意、ホラー表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。絆愛が出てくるんだったら、できるだけ絆愛のセリフは絆愛っぽくちょっと頑張って、物前得意ではないけどやってみるわ俺。絆愛です、こんな感じかな。どうもどうも、 V バーチャル YouTuber の絆愛です。いや全然似てないけどね、ちょっと頑張って似せるつもりで喋ってみるんでね、皆さん。売り物件が始まるんじゃ。絆愛です。じゃあチャンネル登録よりも先にさ、物件の契約しろって話なんやけど。何お前、売り屋の物件のところで配信してんだお前は。不法侵入じゃそれ。チャンネル登録よりも先に物件の契約しろお前。あ、撮影してるわ。4K で配信してる。さすが大手 VTuber。機材のクオリティが違うな。これは絆愛。横から見た姿。モノマネじゃん。今日も配信楽しかったな。さあお家に帰ろうっと。スタジオじゃないか。バーチャルってこんな感じなんじゃ。バーチャルスタジオって機材でこんな環境で発生してるんじゃ。わあ、ガチモノ機材の映画ここで飾られてるしね。わあ、もう芸能人やん。機材芸能人やん。かわいいな、絆愛。お、こんな感じで服装違いの絆愛。見たことあるよ、これ。止めて、止めて、てにてん、てんてん。あ、あ、あ。どうした？あ、別になんもないんか。なんでとっとと待った？あー！ Windows！ Windows の世界来た！いや、バーチャルに戻ったんじゃ。今、リアルからバーチャルに戻ってきてもいい感じになってる。今日もいい天気だな。何食わぬ顔で、リアルからバーチャルの世界に戻ってきたぞ。あ、ゴミ箱のやつ、ゴミ箱のアイコンが。あ、ゴミ箱に入れられた。わ、バーチャルの世界なんじゃ、ここが。わ、インターネットエクスプロージョンだったっけな、ちゃうな、投げて。エクスプローラーじゃ、エクスプロージョンじゃ、めぐみになってしまう。爆裂魔法になってしまうからな。インターネットエクスプロージョンって、なんでそれ。
炎上しとるじゃないか。あ、こんな感じなんじゃな、絆の世界って。どこに行くん？お前どこに行くん？大気圏突入するぞ。大気圏突破するぞ、お前。宇宙来ちゃったよ。レーザー砲みたいなのあるよ、今。どこまで行くんや、お前。バーチャルの子じゃなくなってきたぞ、お前。宇宙飛行士やないか、お前。よーし、明日も頑張ろう。お前の部屋宇宙にあるんか、絆。誰だお前は。あ、なんか若干宝生マリンみたいな感じの、ちょっと宝生マリン意識したような見た目のやつできた。ホロライブさんに訴えられるぞお前。宝生マリンとちょっと近いところあるぞお前。なんか艦隊とか髪の毛が赤い感じとか、ちょっとそれ大丈夫かね。あんた、デイツ、絆愛の配信2日目が始まる。誰だったんじゃ今の宝生マリンかぶれみたいなやつは。わあ、かわいい。横から見た君もかわいいよ。いや、出た！宝生マリン、宝生マリンかぶれのやつ。偽宝生マリンが出てきよう、いつも。今日も配信楽しかったなー。さあ、お家に帰ろうっと。さりげなく画質落ちとんよな。2K やっとうからな。どうしたの？宝生マリンが現れて、なんか 4K から 2K に変わったぞ、お前。宝生マリンのパクリみたいな。あー、カメラが。新しい機材買わないと。横に移動した。そんな機能あったんか。新しい機材買わないと。後ろおる。ボードの裏に、偽宝生マリンおる、お前。あー、なんか、物がどんどん移動しおるわ、勝手に。いや、宝生マリンの、偽宝生マリンの圧が効く。偽宝生マリンのポスター貼られとるし。何この圧。おい、同じ紙には入るな。同じ紙には入るな、お前。聖域を踏み荒らすな、偽物が。今日もいい天気だな。ちょいちょい黒絆い声変わるんやけど。オフになったらこんな感じの声なんか。あー、エラーが来たー。パソコンを使っていたらいつかは現れる。あー、いきなりゴミ箱は、ゴミ箱は消しちゃう、ガモンまで消しちゃう、こいつ。絆愛。やばい、絆愛が傷の舐め合いになってる。あー、そこまで、そこまでアピールしてもチャンネル登録者が増えんぞ、お前は。お前は偽物だからな。左下もちょっとグッズとか作るな、お前。絶対売れんからな、お前。そんなグッズ作ったって、お前。売れる前からグッズ作ってどうするんや、お前。くそ。そしてまた部屋に行く。宇宙の部屋に。わ、なんか、ここまで来たらすっごい綺麗な感じの線だったが、お前出てくるな。再起動させるな、お前。すごい芸術的なぐらいね、真っ赤だったな、今。逆に芸術的だったわ。あ、ウィンドウズのマーク？なんかちょっと違うな。ウィンドウズのマークかと思ったら、なんかちょっと違うな。パン。パパパパン。よーし、明日も頑張ろう。頑張ってくれ。キズナイがこう言うんじゃ。ウィンドウズも頑張ってくれ。なんだ、この世界は。あ、チャンネル登録よりも先に、物件の登録、物件の契約しろって話やもんな。あ、売り物件、あー、ここの物件あれか。出るんですね。出るやつなんですね。服着て、服脱いどるやないか、さっきの偽物やろ。脱いだらすごいんですよって来たら、そんな感じのアピールするんじゃないぞ、お前。脱いでも偽物は偽物だよ。
えらい、どこから呪い読んだ。隠し撮りみたいな距離になっとる。今日も配信楽しかったな。あ、疲れ過ぎてきた。で、画素数あらなってるし。なんか昔のバーチャファイターみたいな感じになってる。昔のバーチャファイターみたいな感じにグラフィックになってるぞ、お前。さあ、お家に帰ろうと。これあれか、2001年のパソコンで VTuber っていうのが流行っとったらこんな感じの画素数の記事の絵が見れたんかな。Windows 2001。2001年の Windows 見た感じだったの。なんでお前画質そんなに。なんでお前そんなに画質いいな。2001年の Windows なの俺、お前。お前だけ画質いいな、なんか知らんけど。なんでだ。キズナアイは昔のバーチャファイターみたいな感じになったの俺。なんでお前、どう未来からやってきた感じになったのよ、お前。だからお前、紙に同じポスター、キズナアイと同じポスターには映るなって、やめとけよ、お前。わあ、キズナアイの Windows の方でも画質が荒なってるしな。今日もいい天気だな、じゃないんだよな、もう。いや、いい天気やけどさ、見た目は。どん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 、逆光に向かっておられる。そして、ゴミ箱でどんどん消していく。節操もない消し方される。なんでお前だけ足すぎんなだ、お前。さっきからな、リアルの映像出されとるでか。監視カメラとかついとる。あ、ちょっと待って、今ちょっとここに映っとったなんかが過去作のなんか通の日のなんかワンシーンにあったな、なんか家建物気のせいか。うん、なんか昔のホラーゲームみたいな顔やなこれ。昔のバイオハザードってこんな感じのグラフィックだった気がするな。そしていつも通り部屋に向かうんか。この昔に戻った Windows の世界で絆愛がリズミカルやな、エラーが。なんかここまでリズミカル。あ、どうした、入れんかった。え、止まっちゃった。キズナアイです。ん？どこに通じてるみたい。誰がポンコツ AI だ。ああ、画質が。てか、リアルの世界来た。わあ、次の日の世界に来たんじゃ。あれ、キズナアイが次の日の世界に来たぞ、みんな。しかも、この犬の声来たことある。おい、みんな、この犬の声、記念すべき一作目の次の日で聞こえてくるやつじゃ、スタート画面で。みんな、俺は知っとるぞ。俺、過去の次の日一作目の実況の時さ、この犬に対してうるせーって言って、ね、俺は猫派だって言ったんぞ。過去の動画すごい懐かしいな、この声。ここって、どこなの？すごいな。最近人気の VTuber、キズナイがさ、次の日の過去の世界に来るっていう、なんかすごいエモいもんを見とるぞ、俺。ちょっと画質が綺麗になってるせいでな、昔のっていう次の日っていう感じじゃなくなったわけどさ、これあれなんかな、もしかして次の日第1話のさ、記念すべき一作目の世界なんか、これもしかして。あれ、でもこの家はなんかあれやな、過去に戻るやつっぽいやな。なんかお家、どうしてこんなところに。キスナアイです。不気味なお面飾ってる。お邪魔しまーす。キズナアイです。あれ、でもこれあれやな、私のこと見えてるんでしょの家っぽいな。なんか、あ、1995年、あ、2001年じゃまだ未来だったんじゃ俺。1995年だったんじゃこれ。ファックスとかある。わ、今の人ファックスとか、フォックスって言いそうだった。フォックスはマクラウドじゃん。スターフォックスになってしまうからな。あれ ?1995 年ってまだパソコンが普及する直前ぐらいじゃないのこれ。すごく昔のカレンダーだな。キズナアイです。何かにつけてキズナアイですって自分の名前自己紹介するね、君。
でも過去の世界ってことでなんかテーマは繋がっとんよな。前の昔の次の日、次の日の昔をテーマしたやつと。何の音だろう。なんかパソコンの音っぽい。なんかゲームボーイやな。パソコンって言えばゲームボーイの音っぽいな。ああ、なんか今みたいなオタク部屋みたいな感じになってますけど、ここだけ。フィギュアとかさ、プラモとか、どっちかって言ったら今どっきのオタクやろ。でも漫画はなんか古そうな、ああ、背表紙なんやな。なんか古そうな。1995年のオタクってこんな感じだったんじゃ。あらー、ああ宝生マリンのパクリかと思っとったら、こっちの方が先でしたが、1995年にもここで出てたんですね。これ何のキャラクターだろう。俺宝生マリンとか言おったけどさ、全然宝生マリンじゃないな、こう読みだ。ごめんなさいね、宝生マリンのファンの方々。読みだ全然違うわ。髪の毛が赤いんと、艦隊なくなっとうもんな。艦隊なくなったら宝生マリンじゃないわ、もう。海賊キャラじゃなくなっとうもんな。あれ、この上私のピョピョピョを作ってる。あ、キズナアイパクリになるぞこれ。こっちの方が早かったんだ。1995年やけんな。9歳のデビューって何年やったっけ？え？ 2016 年ぐらいか？ 2017年かな？おい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 。だいぶ先にやってる人がいるじゃねえか。2番戦じゃったら9歳。なんで？やばい、こっちの方が元祖だったとは。元祖 VTuber の座は実はキズナアイではなかったみたいな。なんだろう、この部屋。パソコンあるな。わあ、昔のタイプのパソコン、懐かしいな。俺もさ、最初初めてパソコン使いよった頃はこんな感じだったし、小学校低学年、小学校のところの時に視聴覚室に置いてやったのはこんなパソコンだったし。昔のパソコン？お、か、え、り。え？おかえりって？おかえり。あいちゃん。わあ、出た、バーチャファイター。誰なの？キズナアイです。おかえり。わあ、 2D になっとるじゃないか。どっどここってもしかして私の生まれたお家なの？メタ的な発言をするな、お前。そんなさ、私はどこで生まれましたとか言っていいもんなの？ VTuberキズナアイは言っていいものなの？公式設定はなんか知らんけどな。大丈夫なの？ラストで最後の日？え、どうなるんだろう最後の日。キズナアイ、自分の生まれた部屋見てしまったからにはどうなるん？自分の原型になったキャラだったんか、あれ。つまりこのツインテールの子は。ないです。わあ、あ、こういう絆愛もいいな。このドット絵っていいか、こういう絆愛を見てもいいな。あらららら、ら、絆愛の原型さん、ほら、あの物件契約せずにさ、チャンネル登録してね、みたいなこと言おったけんさ、大家さんに怒られた。めっちゃ遠くから撮るな。お前、めっちゃ遠くから撮るやん。2D じゃ。バーチャルじゃないやん。今日も配信楽しかったな。もう字幕も感じもなんか昔のゲームボーイ的な感じやん、お前。ゲームボーイカラー的なやつや。おー、お前の方が画質いいんや。なぜだよ。お家に帰らなくちゃ。ここどこやねんって感じになってるよ。
あ、スタジオか。もう全体的な画質が下がっとる。いいなぁ。こんなちょっとさ、ドット絵にしてもこういう映えるんが次の日のすごいところ。最近の画質のすごいところやなぁ。こういうドット絵とか、そういうさ、結構画素数の高いやつとごっちゃにできるんやな。ごっちゃにっていうか、ドジー出せるんやな。クオリティ高いわ、これ。逆に。めっちゃ主張してくるけど、全然俺それに突っ込んでない。ごめんな。突っ込んでない。いや、グラフィックがすごくてさ、そっちに感動してお前に全然突っ込んでないわ。ごめんな。機材の原型くん。ゲームボーイ時代今戻ってきた。ゲームボーイカラーかな、これは。いや、世紀末みたいな感じになってる。核戦争が起きた世界みたいになってるよ、お前。今日はお家に帰れるかな。キズナアイです。わあ、スタジオの入り口も消えた。もはや Windows じゃないだ、これ。あららら。影がたくさんおるし、原型くん。自己主張激しいし、ハルマゲドン起きとるわ。ほんまにインターネットエクスプロージョンになっとるからな。ほんまにインターネットエクスプロージョンになっとるからな、お前。わあ、あ、登れるんじゃ。登れることには登れるんじゃ、こんなんでも。エレベーターとしての機能は果たしとるな。インターネットエクスプロージョン来たでないか、お前。わあ、完全にエクスプロージョンされてしまった。私を呼んでる？呼んでない、呼んでない、呼んでない。俺には声は聞こえなかった。呼んでない、呼んでない。わあ、また次の日の世界に戻ってきた。お家が呼んでる。いや、次の日の世界にはないよ、そんなお家。愛ちゃんのお家なんかないよ。ないよ。もしこんな世界が君のお家ならお前はやべえ AI だからな。キズナアイデスじゃないだろ。もうキズナアイデスってなくなったからな。キズナアイというかもう傷の舐め合いなとこからな、お前。キズナアイデスがさ、そんな感じだったらさ、俺、刹那ケイですわな。すごい悲しいぞ、お前。ただいまーでいいのかな。キズナアイです。まあ地獄の豪華にあるこの部屋。1989年、パソコンが誕生したあたりじゃないの。だからこのカレンダーやってさ、パソコン発明しました私がみたいな感じになってるわけ。そんな感じの絵あるし。え？ 1989 年のカレンダー？まさかあの俺の生まれる5年前。確か昨日は1995年って。私が生まれたのって2016年のはず。そうか、5年やってんだ、キズナアイ。この業界で5年やってるんじゃ。あ、出た、あいつの衣装。コスプレ衣装？キズナアイです。なんで私のピョクピョクをつけてるの？それがキズナアイです。だからさっきからさ、このキズナアイの原型のキャラクターさ、全然反応してあげれてない。ごめんな、俺。なんかさ、反応してないわ。なぜかな。私の写真？なんでドット絵なの？キズナアイです。しかしさ、
もうホラーの点よりもさ、グラフィックのその綺麗さっていうかさ、エモさにさ、目が行く。私、本当にここで生まれたの？キズナアイなの？あ、出た、バーチャファイター。何かがおかしい気がする。もうおかしいわな。私はどうしてここに？そりゃあ、コラボが決まったからだよ。次の日のアイムシアンさんとコラボが決まったからだよ。だからここに呼ばれてるんだよ、君は。めっちゃ不気味な顔なやつ、これ。自己主張激しいな、こいつは。いや、キーボードしかないぞ。え、パソコン、あ、上に下げられた感じなんだよ、これ。昔のパソコンでこんな感じか？またお帰り来た。やっぱり違う。ここは私のお家じゃない。だって私が生まれたのは。この時代じゃない。時代とかそういう問題じゃないですよね。世界観がおかしいですけどね。おいちゃん。おい。ちゃん、いち、坊ちゃんみたいな感じになってる。しんちゃんみたいな感じ、坊ちゃんみたいな感じになってる。あ、あなたは？私はキズナアイです。一体誰なの？あいちゃん、あいちゃん、あいちゃん。このバーチャルの中に私の石がある。もう逃がさない、逃げ場はない、追いかけ続ける。ボボ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 ボ、このバーチャル闇が深い。ボボ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 、バーチャルよ、消滅、闇が深い。いや、裏腹にこんな綺麗な BGM 流すな。突然 4K に戻った。あ、最後はこういう可愛いイラストで終わらせてくれるんじゃ。つのひらしからぬ、ちょっと、やっぱコラボやけんな、最後は華やかに終わらせてくれるっていうね。もう強力で絆愛株式会社ってあるからな。おい、あれどこ行った？あ、画質下がってしまった。やめろ、これ以上下がれるなよ、お前。おい、頼むから、最後ぐらい、綺麗な絆愛ちゃんを見せてくれ。綺麗な絆愛ちゃんを見せてくれ、俺に。切な経緯に。わ、また下がるんじゃないだろうな、画質。下がるなー。あー、バーチャファイター時代に戻ってきてしまったな、ね、お前。昔のバーチャファイターになってしまったな。最後は、川に溺れた坊ちゃんエンドで、坊ちゃんみたいな声のやつに襲われて、絆愛が消えてしまった。これは声で可愛いんやけどな。ゲームボーイカラー的な感じで。わ、ゲームボーイカラーの絆とか、なんか、かわいいな。これはこれで、いいな。あーい、台無しにするな。次の日、あー、絆、かわいい絆はどこやった。あー、アイムシアン。あー、アイちゃんを救え。次回、愛ちゃん救出作編、愛消失編みたいな感じが始まるんかな。なんだ？あー、このスタート画面がまた変わる。毎度毎度2周目的な。あ、愛救出編、次回愛救出編。ぴょこぴょこは
誰のもの？お前だけだか画質いいよな、いつもいつも。ずるいな、お前。何の特権があってお前だけ画質いいなだ。再起動。いや、こんな感じの演出入るんじゃ、2周目。なんかさ、最近の次の日2周目的なのが始まるんよな。画質のちょっと変わった的な、追加要素の入った。あ、でもスタート画面戻ってきたか？誰の鳴き声やねん！